一つ大きな話題は松本人志さんをですね、えー、週刊文春がいろいろ暴露してる件なんですけれども、えー、ことの真意は別としてですね、えー、もう8年も前のですね、まあ刑事事件化も難しいようなですね、性加害。 誘惑みたいなものをですね、えー、ま、あえて出してきている部分というのもあってですね、逆にその、刑事事件化するとですね、非常にあの、証拠構造をきっちりしないとですね、えー、有罪判決出ませんので、民事裁判にしてもですね、これ実際にその、うん、提訴したとしてもですね、 相当やはりですね、損害賠償を取るためにはですね、非常にハードルが高いということで、週刊文春がリンチの形でですね、社会的生命を奪ってしまうと。 そういうところにですね、週刊文春に今言ってるような感じがします。かつてですね、ガーシーに代表されるですね、暴露系 YouTuber、そして迷惑系 YouTuber、そして詩人逮捕系 YouTuber。最近もですね、大川博さん、逮捕されてしまいましたが、詩人逮捕系 YouTuber、逮捕はされてるんですけれども、不起訴になってるケースがあー結構ありますということで、ちょっと警察がここはですね、権力を乱用しすぎなのかなという件はですね、先日も お話しさせていただきましたけれども、まあガーシーからのですね、この流れ、まあ一般人というかですね、こういった週刊文書みたいな、えー、編集、出版社ではなくてですね、暴露する系は警察等によってですね、えー、かなりですね、静粛されてしまった感があります。なので、 今後あまりそういった形の人たちは出てこないということで、まあそうするとやはりその、まあ私も含めてですけれども、有名人だったり、公人だったりする人たちっていうのは、週刊文春対策というのが非常に大事になっていきます。逆に言うと、もう、週刊文春以外ほとんど寝返しにされてしまったっていうところはあると思います。週刊朝日ですらですね、もう廃刊になってしまいました。えー、週刊文春もせいぜいですね、45万部売れてもですね、1億2億の話でございます。 第 2, 代第2弾、第3弾に至った二20年も前の話だったりとかして、もネタつきたんじゃねえかというような、えー、状況になっておりまして、その刑事事件化もできないような、えー、ことをですね、記事にして社会的生命を抹殺してしまうというような、こんな感じに対してですね、松本ひとしさんは、 え、身が潔白なんであれば、徹底的にやってもらいたいなと思うのと同時にですね、この週刊文春対策。つまりですね、雑誌はもう相当大きなネタを暴露しない限り、松本人志さんの件をですね、見ればですね、 え、算を取るのがなかなか難しい。オンラインでですね、えー、動画を流したりとか、有料コンテンツを流したりとかしてますけれども、まあ、限界はあると思います。暴露し続けないと、ネタを提供し続けないとダメだっていうことで、週刊文春、えー、皆さんご存知の通り、文芸春秋社という会社が、えー、運営しております。えー、こちらはですね、珍しく、まあ、リクルートみたいに社員持ち株会がですね、マジョリティを持っていて、えー、社員からですね、社長が選ばれると。 いうようなシステムになっているようです。まあ、プライベートカンパニーなどで、えー、財務状況とかはわかりませんけれども、えー、そういった形になっていて、週刊文春が、じゃあ社内でどう評価されているか。まあ、稼いではいるけど、すごい下品な雑誌だよね、と。えー、他人の不幸はバック下品な雑誌だよねと。元編集長はですね、まあ、これで自殺出て,てもしょうがねえ、と。 え、ゴーしている。それぐらいですね、社会を正すために我々は生きてるんだみたいな、奇弁を捞しておりますが、単純に人のスキャンダルでですね、金を稼いでる下水連中であるというのはですね、えー、多くの多分文芸春秋社社員が思っていることだと思います。まあ、会社でサラリーマンなどでですね、部署変更等で週刊文集に配属されることがあっても拒否がなかなか難しいというような形で、 みんな行きたがらなければですね、週刊文春、えー、成立しませんので、えー、彼らが、えー、嫌がるようなですね、動きが出てくればいいということなんですね。えー、文春社員もですね、不倫とかやってる じゃないでしょうかねわかんないですけど、不倫だったりとかですね、癒着だったりとか、不正だったりとか、多分、すげえありそうな気がするんですが、どうなんでしょうかまあ、文春対策というか、週刊文春の人たちのスキャンダルとかを、これ、暴くというか、まあ、彼らがやってるのと同じようにですね、この人は不倫してたとかですね、この人はなんか癒着してたとかですね、そういったネタがあればですね、そういうのを流すのが、多分、彼らは一番、 嫌だなと思う。自分がされてること。えー、これ自分がされてみないとですね、この辛さとか大変さってわかんないと思うんですけど、一旦一回自分も体験したら見たらどうかなというふうに思います。もしですね、そういった形で、もちろん本当のことじゃないとダメだと思いますけれども、不倫をしてたとかですね、なんか不正をしてたとか、癒着をしてたとか、そういったネタがあったらですね、暴露されるとですね、彼らはすごく困るだろうなと。 いやあ、週刊文集行ったらですね、アンチ週刊文集の人たちに暴露されんじゃねえかと、えいうふうになるとですね、誰も行かなくなって雑誌、もう暴露記事をやめてしまう。暴露記事をやめてしまうとですね、週刊誌なんてものはもう偶然の灯し火などでですね、なくなってしまう。下手するとですね、文芸春秋社週刊文集以外多分稼いでないと思うんで、 はい。文芸師とかですね。芥川賞、直木賞なんて多分ね、お金にならないと思いますが、権威はありますよね。文春のスキャンダルで文春が潰れてしまうとですね、えー、週刊あ、文芸春秋社のお金の飯の種がなくなってしまいますので、会社は必然的に、まあ、潰れる。いや、でもわかんねえな。 あの会社めっちゃ土地とか、あの不動産とかですね、資産とか持ってそうですよね、な、歴史長い分。ああ、だからそんな簡単には潰れないのかなわかりません。週刊文集にムカついてる人たちはですね、まあ、彼らのスキャンダルをもし持ってたんだったらですね、えー、どんどん言ってあげれば、えー、いいんじゃないかなと。本当因果応報と言いますかですね、えー、そういったことになるんじゃないかなというふうに思ってしまいました。本当ね、週刊文集はね、困った存在でございますよ、本当に。